私は日本の戦前の朝鮮とか台湾の統治、これは欧米諸国の植民地主義、いわゆる略奪だけを目的としたそのものとは違っていたと私は思っております。学校とか病院を作り、道路や鉄道を作り、そういった例えば台湾ではですね、河南大衆といって八田義士がですね、大変な灌漑事業をやりました。ちょうど私は出くわしたんですけど、5月8日の日にはですね、地域の住民たちが集まってですね、八田義士の遺徳を偲んでいると、そういう場面にも出くわしたことがありました。まあ、そういった中で私は朝鮮も同じのことをしてたんだということをですね、皆さん方にご理解いただきたいと思うんです。